皆さんこんにちは。ゆりんこ沖縄の時間です。私パーソナリティのトーマジョーと申します。この番組は私トーマがセラピスト活動していた経験を生かし、心と体と魂を癒す情報をお伝えしております。この番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com です。また FM ギノワンではツイキャスト YouTube ライブで映像と音声をネット配信しております。 FM ギノワンのホームページから見ることができますのでチェックしてください。ツイキャスはツイッターも連動しておりますので、たくさんのコメントやリツイートもよろしくお願いします。またスマホで聞く場合はリッスンラジオというアプリがありますので、そちらをダウンロードして FM ギノワンからお楽しみください。それではこの後5時までお付き合いください。一旦 CM を挟みまして、今回のゲストの方をご紹介していきます。それでは一旦 CM です。ということで CM ですね。じゃあ次本番というかやってみます、ね、紹介から自分でまた喋る。一応僕肩書きみたいなのを言って、うん、この人ですね、はい、そしてあとはもう、うん、一人ずつ行きましょうね。一人ずつ行きます。矢上幸彦さんです。で、あ、ごめんなさい。3人紹介しておったので、ね、うん、ちょっと詳しく。あ、自己紹介ってことね。では、本番いきますね。いきます。はい。はい、ゆりんこ沖縄をお送りしております。この番組は私トーマがセラピスト活動していた経験を生かし、心と体と魂を癒す情報をお伝えしております。さて今日のゲストの方をご紹介していきたいと思います。本日のゲストはですね、都心投下のですね、矢壁幸彦先生です。よろしくお願いします。そして沖縄都心投受講生の、山田さんです。よろしくお願いします。そして赤峰康さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日は、生放送ではなくて収録という形でお送りしているのですが、質問やメッセージなどあればぜひどんどん送っていただきたいと思います。それではよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では先生いつもお世話になっております。こちらこそいつも沖縄に呼んでいただいてありがとうございます。はじめはお手伝いのノリで始まったんですが、もう何年ですか？2年。トーマさんに沖縄ご神道をオーガナイズしていただいてもう2年ぐらいですかね。2年ぐらいです、はいはい、もうは早いものでこんなことやるようになっちゃいました。ありがとうございます。ございます。ご神道家ということでご紹介したんですが、普段ちょっとどういった活動なのか詳しくお伺いしたいのですが。はい、では改めまして、ご神道家の矢壁と申します。今日はありがとうございます。このようなご縁を賜りまして、普段はですね、京都に今は拠点としているんですが、京都からまあありがたいことにね、沖縄も含めて全国に、はい、ご神道の講座ワークショップという形で、飛び回らさせていただいております。この日本の美しき英知をですね、まあ、神道、ご神道という切り口で、講座、ワークショップさせていただいて、先ほどちょっと言いましたけど、沖縄もトーマさんとのご縁で今は2ヶ月に1回とさせていただいております。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ山田さんも山田さんと赤峰さんと僕は、まあ、沖縄で都心島を勉強している仲間なんですよね。で山田さん、普段はどういったことされてますか？普段は、役所役所あ、そうですね、都心島は役立ってますか？都心島は、去年ご縁をいただいて宮古で先生と宮古島が最初でしたですかね。実はあの時、都心島と知らずに、うん、大宮島に来たかったので、ツアーに参加したという経緯があって、そこでいろいろ詳しく先生の活動だったりとか、お祓いとか、奉納だったりとかを見させていただいて、その後にトーマさんが主催された先生の、ワーク、生のワークに参加させていただいて、はい、どんどんこういう形で入ってきているんですけれども、
なんか役に立ちました。助産師さんです。あ、助産師さんですね。でももうお産の現場からは離れてるんですけども、うん、なんだろう、一体自分が何者なのかっていうところが、この業をさせていただいている中で、はい、自分が自分らしく、私が私らしくいられるようになったなっていうのは思います。ただみんな業とかって話をすると滝行みたいな、こう水に打たれるイメージだったみたいな、10人中10人、はい、滝に打たれるのって感じなんですけども、そういうわけじゃなくて、お祓いだったりとか、みそぎだったりっていう形で、祝詞を唱えたりとか、はい、なんだろう、こう、和歌を読んだりとか。うん、行って言われても、僕、初め意味わからなかったですね。行って言葉自体。修行でいいんですね。そうですね、まあ、修行の行。でもありますしね、まあ、生きていく知恵でもありますし、ね、うん、まあ、方法論ですかね、うん、後でまた詳しく話していただきますが、この神道、ね、この日本の美しきありようを、まあ、つないでいく、また忘れないようにしていくための知恵というか、方法論ですね、うん、そうですね、はい、生きていく知恵ですよね。そうですか、はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、赤嶺靖さん、いろいろご活躍のですね、赤嶺靖さん、普段はどのような。そうですね、はい、まあ、普段は普通に、まあ、仕事を通いながら、はい、その、そうですね、その後の時間を使ってですね、まあ、神話開運のアドバイザーとして、はい、神話のお茶会を開いたりとか、うん、YouTube を発信したりとか、はい、そういう活動をさせてもらっています。また、まあ、神話のカードを使ってカウンセリングを行ったりとかをしております。はい、神話開運アドバイザー。神話開運アドバイザー。はい。実はこのラジオも第2回目か3回目ぐらいに赤嶺さん出て。あ、そうなんですか。はい、そういうことなんですよ。やっぱりね、あの時のテーマは、うん、そのアイデンティティとかルーツを知ることで自分の存在っていうのかな、とっても大きく心が癒されるっていう経験を僕はしたことがあるし、これ経験してる人一応多いと思うんですけど、それで赤嶺さんに日本のルーツみたいな感じでお話しましたね、確か。じゃあ逆に立ったらいいな。あ、そうですね、どうですか、ご神道を学んでみて、見ていただいて。はい、本当に、いや、この、そうですね、中野先生との出会いは、Facebook で、古事記ミステリーということで、載ってですね、古事記、もう自分、神話が好きだって思って、まあ、ご縁をいただいて、お茶会を開き始めて、そしたらもう、古事記ミステリーって、やったらもう、勉強しに行くしかないだろうって思って。ニュードマス、はい、それもトーマさん主催の古事記謎解きミステリー講座っていう、ね、うん、まあ、6回シリーズの講座があるんですけど、うん、それが最初にね、来ていただいた。それが、そうそう、怪しいと思ったんですけど、心のどこかでですね、ミステリーとか、みたいな、普通に、ちょっと怪しいとは思ったんですが、それで初めて、はい、足を運んでですね、古事記、だから自分の心がで発信するから、古事記って言ったらもう7人しかないだろうと思って行かせていたのがきっかけでですね、うん、そしたらもう本当に古事記の本当にこの創世の雨の御霊の質問からどん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 こう順を追ってですね、深い話とか本当に意味とか、うん、そういうものを聞かせていただいて、すごく参考になってですね、うん、もう聞いたらすぐ次のお茶会で語るみたいな、はいはい、よく聞いたらすぐ語れるねとかって一緒に参加した人にびっくりされたぐらい、本当にこう求めていた知識だったなってすごく思うんですよ、うん、でも本当にただ好きだったっていう、うん、で自分で語りながら何の役に立つのっていう、そういう心が常にせめぎ合ってたんだけど、やっとやっぱり2年ぐらい続けてきて、はい、本当にこう、あ、神話っていうのは学ぶことも大切だけど、本当に生かすことがすごく大事、本当に現実の世界に神話を対応させて、やっぱりいろんな教訓も含んでるし、本当に生かせていけてるものなんだなっていう、どんどん深みがやっと理解できてですね、はい、うん、それですごく、なんだろう、本当に自分の生活とか生きる意味とか、そういう意味も
今通してですね、すごく日本の島って大事だなって改めて思わせていただけるきっかけになったのが、はい、矢川先生の古事記ミステリーにちょっと怪しいところです。いやー、よかった、ありがとうございます。はい、主催してよかったです。あの、はい、覚えてますよ、赤嶺さんが来て、それからずっと来てくれて本当にありがたい、うん、それだけ本当にあの深い話なんですよね、あの古事記の講話って。すごく勉強になりました、僕は。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、今日はですね、あの矢壁先生をお招きしてですね、今日のテーマなんですが、日本神話の根幹、岩戸開きの真実ということで、ちょっとお話をいろいろお伺いしたいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。日本神道の根幹ですね。あ、失礼しました、僕さっきお間違いですなんつったっけ、日本神道の根幹ですね。古神道ということで、あの僕たち話してるんですが、ではそもそもというところですね、はい、お伺いしてもよろしいでしょうか。はい、神道、古神道、ね、どちらの呼び方でもいいんですが、というのはもともと我が国にはそういう言葉すらなかったということなので、はい、まあ、むしろ後から作られた言葉が神道であり、そして、まあ、オリジンという意味合いをね、ちょっと強調する意味で、古とつけてね、原点、古神道というふうに呼ぶようになったんですが、うん、まあ、いずれにしろこれはどちらでもいいんですが、宗教と勘違いされる方が多いので、実は、まあ、宗教とは言えないということですね。はい、それは、まあ、お教えを立てた人が誰もいませんよ。だから、立教した人がいないので、神教、神の教えとは言わなくて、神の道。まあ、古においては、神ながらの道というふうに言われてたんですが、道ですよということですよね。それから宗教に当たらない理由としては、やっぱり教祖がいない、教義、教典がない、そして無戒律である、戒律がないということなので、まあ、およそ世界の宗教の部類には入らない、誰か一人の特別な人がすごい体験をして、それを世の中に広めたとか、悟って世の中に広めたとか、何か特別な人がこう言ったからとか、何かに書かれていたからということではなくて、もともと私たちの遠い遠い祖先の多くの人々がですね、いつの間にか自然にですね、まあ、育んできた生きる知恵と言ってもいいかもしれません。なので、まあ、無理のない、どうやったら自然に無理がなく生きていけることができるのか、という人の道、神ながらの道、神道イコール人の道と言ってもいいと思いますね。なので自然とですね、平和に穏やかで、そしてみんな親しみ合って生きている、それが生きやすいですからね。はい、どうやったら生きやすいのかなというふうに自然に育まれてきた道であって、はい、なので何かこうちょっと違うよね、なんか違和感があるよねっていうのは自然とこうなくなっていった、そういう道でありますね。なので無理がない、みんな大手を振って歩ける道ということになります。はい、かと言いながら、それはもともと宇宙の始まりからだった宇宙の断りの道が、こうしてこの具体的に人の道として、また私たち自身が育んできた道というふうに言えるかなと思いますね。はい、なるほど。こうお話聞いてると、みんなが生きやすいように、そうですね、という知恵、はい、こうした方がいいよね、これちょっと無理があるよね、じゃあこうしようかなっていうところの道ですかね。あのよくね、古神道というのかな、日本の在り方かもしれないけど、はい、共存共、あ、家坂ですね、家坂ってよく言葉使うんですが、これはなんかみんなでよく栄えていこうみたいな。そうですね、はい、いよいよ栄えるね、いよいよ家坂って日本のめでたき言霊でありますけどもね、はい、みんなでいい
あの方に、なんていうのかな、いい生き方をあのしていこうっていうような意味合いですね。そうですね、はい、僕このコシントをちょっと勉強して、まあ昨日もね、あのワークショップがあったんですが、やっぱり思ったことは、あのてっぺんがないんですね。宗教っていうのはてっぺんがあるんですから、神と人とか教祖と人とか預言者と人みたいに、あのルール前提なので、でそのルールに合わせられない自分っていうのもあるじゃないですか、人間で。だからそのせめぎ合いで結構苦しいなっていうようなことは思うんですね、宗教って観察してみて。人間って簡単にね、こうなりたいって言ってこう型にはまるようなあの存在ではやっぱりないので、ただ古神道の考え方っていうのは僕がなんか好きな部分っていうのは、昨日先生もおっしゃってたんですけどね、中心っていう言葉ですね。あの立ってる高さはみんな一緒で、中心があってそれを忘れちゃいけないな。家庭だったら何だろう、まあ神棚かもしれないけど、あのお家の中心、お母さんだったりとかお父さんかもしれないけど、あとはあのこの何を中心としなさいみたいなそのこともないから、でもみんな分かってるでしょみたいな、あのそういうノリがいいですね、はい、あのカチッとしてないですね、はい、だからこそ何かね、考え方を押し通そうとして誰かを傷つけるっていうこともないですね。僕はあのはまあ激しい勧誘というか、この宗教にね誘われたこと人生で2回ぐらいありましたけど、うん、超嫌な気分でした、ね、なんかね全否定されてるようなね、そういうことがありました、ね、問題しなんていうかな、まあ、問題探しするんですよね。ああ、はい、問題探し、はい、悪者探しをするんですよ、ね、そうですね、こうだからダメでしょ、こうしないとダメですよ、ね、そうですよね、あなたダメでしょうっていうことですから、ね、言われても、もうそうそう、まあ、そういうこともありましたね。古神道、まあ、古神道ってこうですよってあの言えないけど、みんな知ってるよねっていうのがあの古神道かなって僕は思うんですけどね、あのなかなか一言、まあ、簡単に言葉では伝えられないかなとは思うんですけどね。ではあの今日ですね、またお聞きしたいのがですね、岩戸開きの真実ということで先生テーマにあるんですが、はい、あの日本神道の根幹ですね、はい、どういったお話なんでしょうか。そうですね、まあ、あの今日のテーマが神道、古神道とは何ぞやというところなので、その根幹を出すのが、その実は神話の中の岩戸開きのところから始まったから、具体的にはね、はい、もちろんその宇宙が始まるから始まっているんですが、具体的な知恵としてはあの岩戸開きのところから始まったのかなとは思っています。もう神話ではね、比較的、馴染みの、はい、有名なエピソードの一つでもありますが、はい、まあ、いわゆるアマテラス大神が、どんな話でしたっけ、神話神話アドバイザー、はい、ザクッとそうですね、はい、あの岩手でもこの子がある、その一冊歩く古事記一冊そうですね、まあ、スサノオ、まあ、あの神話の中にはイザナギとイザナミという、まあ、あの日本を作り出したアダムというのの存在の神様がいまして、そのイザナギが奥さんであるイザナミを亡くしてですね、うん、そして地下の世界に降りていって、そこでまあひどい散々な目にあって、まあ、逃げ帰ってくるんですね。その時に身は汚れてしまったと、身を清めた時に、まあ、最後にあのどん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 その身を清める時に神様が生まれてくるんですけど、うん、その時最後にね生み出した時
最後に顔を洗った時に左目から生まれたのが、アマテラス海の神であり、左目から生まれたのがつくよみの、あ、右の目ですね、生まれたのがつくよみであり、鼻から生まれたのがスサノオの神だったんですね。そしてこの兄弟神にアマテラスに対しては天界であるあの高間の原を治めなさい、そしてつくよみに対しては夜の国を治めなさい、そしてスサノオに対しては、まあ、海を治めなさいって言うんだけど、スサノオはもう泣いてばかりで、でとうとう切れたですね、あのお父さんのイザナギがですね、もうお前は出てけって言って追い出してしまうんですね。そしたらスサノオはですね、お姉さんに会いにあの挨拶に行くって言って、天界に高まるように上がっていくわけです。そして天界に上がった時に、あ、このスサノオってのは嵐のためにとってもエネルギーが豊かなものだから、天界でそれを感じたアマテラスはですね、なんでもしかしたら自分の、ね、国を奪いに来たんじゃないかっていう大慌てで、もう戦自宅でですね、迎えるわけですよ。だけどそんなね、あの横島の頃はない、ただ挨拶に来ただけなんだと言って、まあ本当にあの横島の頃はないよということで、この受け入れというのを行うんですね。そしたら、まあ、結果としてスワノは勝つんですけど、もう勝った勝ったとですね、もう勝ち賛美といいまして、あの、まあ、増長マンになってしまうわけですよ。それ散々あのアマテラスに対して勝ったもんだから、いあの嫌がらせをしてくるんですね。で、田んぼのあぜを、そうですよ、田んぼのあぜを埋めたりとかですね、あの大事な神殿に草をまき散らしたりとかですね。で、で最初はですね、アマテラスもかばってるんですけど、とある時ですね、あのこの鳩織小屋、あのアマテラスが経営していた鳩織小屋があるんですが、そこにですね、何を思ったかスワノは皮を剥いだですね、あの裸の馬をですね、屋根から穴を掘って落としてしまうんですよ。そしたらその中で働いていた鳩織の娘がですね、大怪我をして死んでしまう。それを見て、と驚いたですね、アマテラスはあの青の岩戸にこもってしまうんですね。でもアマテラスは太陽神のもんですから、世界が真っ暗になってしまうというのが、あの青の岩戸のあの経緯でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いきなり言ってもね、さすがに短い時間で要点だけどね、いきなり言ってね、ありがとうございます。そんなところでいいですかね、アマテラスさん。はい。じゃあもちろんです。あ、もちろんです。昨日勉強したばかりなので。そうですね。まあ今すごく短い時間でね、要素要素をですね、噛み砕いていただいて、いわゆる煮こもるプロセスを話していただきました。神なんだっけ。神話会話の神話会話のところですね。赤嶺康史さんがね、述べていただきました。まあそうやっていわゆる煮こもるっていくんですが、その時にですね、一般的な解釈は、神話学者とか、はい、いろんな歴史学者とか、いろんな方が解説していることはね、まあ、分かりやすく言えば、あれはいわゆる元祖引きこもりだよ。引きこもりですね。佐野が高間の原でも、やっちゃいけない大まかことを起こしてしまって手をつけられなくなったんで、もう私は知らないよ、自暴自棄になる。もしくはもうスターノイが当てつけたとか、はい、あ、私はもう知らない、どうしようもないっていうふうに元祖引きこもりという解釈が多いんですが、ここがこれから喋るところで一番大事な日本神道のものの見方、世界観を表しているんですが、その高間の原で起きた大まかごと、それは当然スターノイが起こしたんですが、そのことをですね、アマテラスはもちろん最初はね、しておきなさいと、佐野が自分がやましきないところが証明されたので、きっと有頂天になっているのでしょうと、いずれ収まりますからしておきなさいと性善説で見ていくわけですが、まあ収まるところか、今赤嶺さんが話していただいたように、どん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 ですね、その暴れ具合が増幅して、最後はやってはいけない出来事、今話していただいたように、生き馬の生皮を剥いでですね、大事なアマテラスが羽織る、大城祭で羽織る、衣を織る旗織目が死んでしまった、祭祀妨害、それから殺害、それから電波塔を、壊してしまう、生産の阻害ですね、ありとあらゆる大まかことを起こしてしまっていくわけですが、そのことに対して、アマテラス、お姉さんのアマテラスはですね、佐野の整理もせず、
これは全部自分の不徳の致すところである。うん、高間の原で起きた大間のことは、自分の心がまだこのような、世界を表すところがあったので、自分の心の繁栄でこの高間の原は大間のことになってしまったということでですね、うん、大反省をしてですね、岩宿にこもられて、いわゆる、まあ、私たち古神道の世界でいう鎮魂みそぎ行法に入られましたよ、はい、つまりご自身の霊覚を高めるご修行に入られましたよということですね、うん、もう一回ここで大事なことを申し上げますが、はい、外で起きていることは全部自分のせいなんだよ。高間原で起きていることは自分の不徳の至るところなんだよというところでですね、はい、誰も咎めもせず、うん、そしてご修行に入られたということですね、うん、そのアマテラスの御心が、まあ、この後日本書紀なんかに、まあ、言葉にされてるんですけどね、まあ、簡単に言うと、うん、咎めたまうな、はい、憎しみなさいんだよ、みんな仲良く生かし合い助け合い許し合えよという言葉にこれが展開していくわけですね、はい、これがだから神道の根幹で、外で起きていることは自分の内側で起きていることなんだよ、うん、なので外を変えようとせずに自分を変えるんだよ、はい、まあ万象即鏡なりとか、はい、万象即我という、ね、言葉がありますが、うん、そのことをそのまま体現されて、一心にその責任を背負われてですね、はい、咎めたまうな、許したまえよという言葉そのものを体現されて、岩井戸に行われて、はい、ご修行、鎮魂行に入られたというのが、実は岩井戸の岩戸守りの真相であります。決して引きこもりではないということですよね。ついついね、岩戸を開きって、なんでこう、岩戸にこもるのって、うん、本当に何か、ショックなことがあって引きこもったって、はい、ね、つい思われがちですけど、これ面白いなと思うんですけど、その周りで起きたことは自分の心の鏡であるということで、あ、自分の心の中に何かあるんだっていうことで閉じこもって自分と向き合うわけですね。そうですね、はい、そしてスサノオがやったことを咎めたまうな、うん、咎めるな、恨みたまうな、咎めたまうな、恨みたまうな、そして許し合いですね、みんな許し合いよというね、言葉につながっていくわけですね、うん、これは本当に生きる上での勉強だなって思いましたね、はい、それでいわゆる何が起きたか、もう少し話してもいいですか。あ、一旦こちらでですね、ちょうど、うん、ラジオ半分ぐらいの、はい、一旦 CM 行きたいと思いますね、はい、それでは一旦 CM を挟みまして後半に続いていきたいと思います。それでは一旦 CM です。もう30分経ちました。11時ちょっと過ぎから始めたんかな。あ、じゃあ経ったんか、うん、早いな、ね、いや面白いですね。面白いですね。正確にはいつから始めたか記録してないけど、これ出てくる、はい、一応僕が29分。早い。うん。早いですね。じゃあ、後半はですね、時間は20分です。20分、ね、じゃあ、サクサクと言われるのを、そうですね、真実を話して、行きましょうか。そうですね。50分ということですか。あ、そうですね。実際のラジオは CM とか。CM とかあるからね。今のアマテラスの心っていうのが初めて聞きました。前回のアマヤドラそれでも出てこなかったから、うん、ああ、言葉言いしたまうみんな言いしたまうんですけど、とがめたまう、言いしたまう、いや今日は勉強になりました。コロナでとがめまくりっていう話を今日車の中でちょっとしたんですけど、言いたいですね、うん、みんなそのことをちょっと今とがめまくりですよね。あ、僕が言いましたね。じゃあ一応20分、一応こう
こっちに置いてありました。ゴミ袋は置いておきましたね。約19分57秒ってことですか。まあ、だいたい。だいたい20分。そうですね。まあ、18分ぐらいかな。うん、それで僕が締めの言葉とか、一応やっていきますからね。数分ぐらいじゃなくて話して。じゃあ、再開しましょうね。はい、ゆりんこ沖縄をお送りしております。この番組は私トーマがセラピスト活動していた経験を生かし、心と体と魂を癒す情報をお伝えしております。この番組は YouTube ライブやツイキャスでも配信されていますので、FM ギノワンのホームページをチェックしてみてください。また、メッセージも募集しております。メールアドレスは 797@fmginowan.com までよろしくお願いします。それでは後半をお届けしていきたいと思います。本日のゲストは、古神道家の矢壁幸彦先生、よろしくお願いします。そして、沖縄古神道受講生の山田さん、そして赤峰康さんです。よろしくお願いします。ということで、前半は、アマテラス大御神が、なぜ岩戸に閉じこもって、何をしていたのか、ということを、まあ、ざっくりお伺いしましたけど、はい、では、続いて、続きを。まあ、そのようにですね、誰のせいにもせず、一心に責任を背負られて、はい、我が事はこれは私のせいなんだということで、いわゆるこもって、いわゆるご収容、うん、鎮魂みそぎ業法に入られるわけですけども、うん、では、その周りでですね、まあ、高間の原が真っ暗になるわけですけどもね、はい、そして、アマテラスの光そのものが高間の原の光だったということをみんなみんな気がつくわけです。だから当たり前だったことをなくなってみてね、初めて、そのありがたさに気づくということもあるわけですが、うん、周りはギャオルズの神々もこれまた誰のせいにもせず、忌憚にも触れず、後ろ向きにもならずですね、どうやったらアマテラスのご収容、鎮魂業法を助けることができるかということで、みんなで前向きに前向きに知恵を出し合って、うん、そしてご存知の岩井戸の前の時代神楽、一大鎮魂神事が行われるわけですけども、うん、そしてアマテラスの鎮魂業が完成に近づくに従ってですね、はい、ご自身の波動がずっと以前よりまして高まっていくわけですね、うん、そうすると岩井戸の外も八百万の神々の名前のうずめの御事を中心としたそのご神事神楽の前によってですね、うわー振動数が上がっていくわけですね、はい、そして岩戸の中外というのは心の中外という、うん、ことの一つの象徴でもありますから、はい、己の心が整っていくのと同時に外側が整っていき、うん、また外側が整っていくということは心がまた整っていくという、これはどちらが先でもなくてほとんど同時存在でですね、はい、内と外のエネルギーがいわゆる、まあ、私たちの言葉でちはやぶるという言葉がありますが、ちはやぶっていう振動数が高まっていくわけですね、はい、そしてこの時にアマテラスがですね、鎮魂業が完成間際になって肌と愕然と気がついたことがあったんですね、はい、それも喋っちゃっていいですか一気にね。あ、はい、はい、お願いします、いわゆるアマテラスはもう神道でいうところの生命成長、清く正しく明るく直くというね、この門下だったんですが、はい、まさに神ながら神そのままの思いで一心に背負られて岩井戸にこもられたんですが、それはそれはとても尊いことなんですが、最後の一かけらに残っていたですね、はい、神ながらではなくて我ながらに気がつくわけです、うん、そして愕然とするわけですね。エゴって言いますか。いわゆる分かりやすく言えばエゴですね、うん、これはいわゆるまあ、自分で全てをしなくちゃいけない、はい、一心に誰のせいにもせず、とがめもせず、岩戸にこもられた、うん、ということはとても尊いことなんですが、しかしそこにわずかな、自分が全てやろう、全て自分が責任を取ろうという傲慢さに気がつくわけです。これはまた鎮魂業が完成しないとね、わからなかったところで、アマテラスの生命生徳の権化と言われている、しかしそのままのお方にすらこのわずかなる我ながら残っていたということに愕然としてですね、はい、ああそうか、それすらも手放そうと言って最後の我ながらを手放して、うん、完全なる神ながらになっていく
ね、すべてを任せしよう。その時に旗と、今まで全部自分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 が何とかしようということで内側に意識が向いてたんですが、すべて噛みながら言われた時に外側で起きていることに旗と気がつくわけです、それで、ああ何が起きてるんだと噛みながらになった時に気がついて、ずっと開けたらですね、大騒ぎして、そこで雨の爪がですね、あなた様より尊いお方がお出ましになったので皆喜んでおりますというふうにね、これもまた策略でも起点でもなく純粋にそう思ってですね、アマタラス、尋ねられたアマタラスにそう答えるわけですが、どういうのねというふうに覗いてみたらどうなってたんでしたっけ。それとてもすごい荘厳なですね、神が姿がそこにあった。そうですね、アマテラスは鏡に映し出された自分を見てですね、ああ本当に尊い神様がお出ましになったんだっていうふうに思うんですね。でも映ってるのは自分なんですけどね、鏡を見せられた。そうなんですよね、確かそうですよね。そうです、鏡を差し出さ、差し入れられたんです、もちろんアマテラスはあの、ね、よく美人化されている人ではない、光そのものなので、自分の光そのものが映ってですね、ああ尊い光の神様が現れたんだ、だから喜んでるなと思ったんだけど、実は自分だった、でも気がつかなかった、それは何でしたっけ。山本さん、え消えましたよね、なんだっけ。自分でも気づかなかった、本当にそう思った、尊い神様がお出ましになったんだ、ね、自分だった、なんだっけ。やっぱり成長した自分っていうのが分かる、だから自分今までの自分っていうのより成長した自分だったから気がつく、分からなかった。そういうことですね。さすが通人のごとくです。神道、神道、何の意味かないと分かる。そう、いわゆるもう明確が高まってたんで、もう前の自分と違うのに自分すらも気がつかなかったということですね。相当なステージ、そう、いわゆる分かりやすく次にステージアップ、したよということでね、それではグッとね、新しくいわゆるが今外にお出ま、ね、しになられて高間の花は、元あった光をさらに光に展開していくということで、これもまた下の方が大暴れしたからこそ、高間の花が元あった光をさらに光になっていくというね、まあ神道はどこまでたってもですね、善とか悪とか、いいとか悪いとかジャッジはしないわけですよね、これはマガゴトすらも、二元論の悪とかになさないで、より次のいやさかへと展開していくですね、ありがたい一つの出来事だよということをまた象徴してね、岩手ぐらいの神話のところに盛り込まれているわけです、この恨みたまんが、とがめたまうな、みなみな、いぶし合い、生かし合い、助け合いよという、このアマテラスの御心そのものがですね、我が国の国のあり方でありまして、そしてそれが神道の根幹となっていて、それをそのまま御心を受け継いだのが、身に祈り仏という形になりましてね、その今のアマテラスの御心が三種の神器となって、この地上に下されまして、そして今もって恐れることですが、天皇様が国民を代表してその御心をですね、繋いでいっておられて、私たちもまた神習いしていくというのが、この神道のあり方ということです、ありがとうございます。もう最後まで聞くとあれですね、アマテラス様のこの一連のエピソード、そして生まれた三種の神器、そしてまだあるみたいな、神話が生きてるっていうこの凄さをまた感じます、そうですね、神話が生きている唯一の、そうですね、世界最高の国だということですね、いやめちゃくちゃ勉強になりますね、僕こういう話、こういう話っていうか僕は心の話が好きなんですけど、英語ってね、途中で言ったんですが、その人を助けたいとかそういった人のためっていうのも実は自分のエゴであって、自分がそうしたいっていう一面があるんですよね、人助けにも。でもそれも自覚してやるのが僕はいいのかなと思うんで、それも
エゴであるかなって捉えながら、あの人のことをやりたいなと思うんですが、このアマテラスのエピソードは最後に、なんていうんですかね、あ、すべて自分の責任であるとか、その外界はその自分の心の写しだから、あの全て自分が悪かったのかじゃないけど、全てあの反省、自分が何とかしなくちゃいけない、はい、うん、それも確かに尊い、すごい、すごい姿だと思うんですよ。それも手放した、ね、そうですね、これすごい話ですよね。気づかないというか、はい、いいですか、いいですか我ながらと神ながらが、神ながらが合体したということですね、はい、うん、私たちはみんな我ながらなんです。だから個性がある、ね、個性が我ながらなんで、うん、我ながらをなくすことはできないわけですね。それは個性をなくすことだから、うん、その我ながらがありながら神ながらを生きるというのが、これまたね、うん、この神道のこの何とも言えない、はい、面白みというかね、ね、醍醐味というか、また、普遍の真理というんですかね、これはもうどっちが正しいとかでもないから、うん、あれですよね、あの、ついついその答えを出すことに慣れきってるので、僕たちは学校で教えられてきてるから、男は本能的に特にそうかもしれないけど、答えを出そうと慣れすぎて、あの これはダメ、こうでなきゃいけないとか、そういう考え方に陥りがちだし、ところが成長するっていうのは階段を上るようなもので、ステップ、ね、あの不必要なステップはないわけですね。あのこの段階があるから次の段階がある、この段階があるから次の段階があるっていうことで、さっきあの神話のエピソードに出ていた、そのなんていうかな、超やんちゃの、あの、スサノ、はい、もう、なんですかね、神様なんだけど、大人げない。ね、子供みたいなね、超すごい力を持った子供みたいな。で、なんかその暴れまくる様も本当に、ガキンチョで、うん。でも、それはもう、高間の原では本当に災害だと思う。その災害も災害だから悪いとかじゃなくて、その自然っていうのかな、あの草のせいにせず、そうですね、ダメとかではないっていうのが、これはなんか刺激になりますね、はい、いい刺激になりますね。まあ昨今のこのね、女性に対していろんな気づきや学びがあるかなと思いますけどもね。ありますね。よく病院とかでも、この病気になった方が、うん、この治った後とか、その治っていく過程の中で治っていくというか、まあ、ターミナルで亡くなる方もいても、あの病気のおかげで家族が一つになったとか、はい、なんかこのとっても怖いことだけど病気になるってことはだけど、そこから学び取ることもできるっていうところでは、発想の転換なのかなと思うんですよ。うんうん、なんか病気なんかなってしまったからっていうんじゃなくて、病気をきっかけに何か変われる機会を与えるんですか。そうですね、はい、それもまたあのいわゆる大いなる神ながらの、まあうん、私たちを産んでくれた、ね、うん、親神様の恵みでもあり、うん、計らいであるということと言えるかもしれませんね、うんうん、昨今の情勢というと、僕がね、思ったことは、そのコロナがありましたけど、新型コロナウイルスでとっても社会がね、混乱してましたけども、この混乱の中で犯人探しとかそういったことがいっぱい起きたんですよね。ニュースでもよくあったし、自粛警察っていうそのネットのスラングみたいな言葉が一般化してね、初めて聞きました。あ、テレビ見ない人ですか。そうそう、そういうことがあったんですね。コロって別にその先ほどね、大間が、まあ間がごとって
まあ、悪いことというか、あの悪いんじゃないか、災難っていうか、そうそう、ちょっと曲がってるって言うんですよね、そのことがね、まっすぐじゃなかった、ダメ、ちょっと曲がっちゃったよ、うん、まあ、社会的な事件ですね、うん、そういったのが起きて、そのでも、その先ほどのアマテラスの言葉でちょっとやっぱ思うことは、とがめたまうなんですよね。あの、とがめて何か生まれるわけ、まあ生まれるわけじゃないって断言はできないですけども、社会全体がよりよく気持ちよくあの成り立っていくには、あと人の心もよりよくなっていくには、やっぱりとがめたまうな、許し合えよっていうことが、あのお互いの、なんていうんですかね、尊重とかにつながって、まあ、それの、その健康的な在り方なのかなって僕は思いました、ね。昨日、ほら、イエスの、ああ、そうですね、あの聖書では、なんだっけな、あの、この罪人だっていうような女性に、民衆がこう、悪口言ったり石を投げつけたりするんだけども、イエス・キリストが罪のないものだけが石を投げなさいみたいなことを言うんですね。これ素晴らしくて、みんな持ってるっていうことなんですよ、そのなんていうのかな、罪というか、ね、はい、それも自分の鏡だよっていうことですよね。そうですね、だからこそ普段から許し合うっていうのはね、もう大きな意味が、そうですね、なんか真の許しというのは、外側の出来事を変えようとかね、許してやったとかじゃなくて、はい、自分の心の繁栄なんだよっていうことに気がつくことが真の許しかなと思いますね。起きてることは全部自分の鏡なんだよ、うん、そこに気がついていく、はい、そしてアマテラスの出心に神が来するというのが真の許しでしょうかね、うん、なんか一つ今急に思い出したんですけど、はい、その好きな大好きなルーガが2つあって、はい、その中の一つに、この自分 誰にも関係なく、とにかく自分だけがこの自分の美しさを知ればいいっていう理由があるんですけど、かっこいい琉球の歌です、ね、琉球の歌です、ね、それがなんか多分始まらしいんですけど、三山桜に見ゆひどよ見ゆひどよ迷うたとえみの人おらなで、なんかその山奥に咲いてるランは誰も見られないけども、美しく咲き誇ってるっていう歌なんですけど、うん、素晴らしい、思い出しました。すいません、そろそろラジオがあと2分というところで、あっという間ですね、あっという間ですね、まだまだ喋りたいことがまだまだ自分の一部は喋りたいかも。あ、先生、僕もね、喋りたいこといっぱいあるんです。次の機会に手に呼んでいただいて、はい、で最後にですね、先生の本を紹介しましょうかね。ありがとうございます、はい、今日ゲストにいらっしゃった矢壁幸彦先生、あの本も書いていまして、勘ながら意識という本を出版されております。もしあの書店などでね、あの見かけましたら、ぜひ手に取っていただけたらと思います。Amazon でも買えます。あ、Amazon でも買えます、はい、ありがとうございます。ということで、あの僕もね、あのそのいろんな情報発信とかで本当にあのいろんな基礎というか、まあ、根幹というか、本当に個人との考え方ってとても影響を受けてるんですけどね、今日は本当にやっとラジオに、はい、あの呼ぶことができた。ありがとうございます。ありがとうございます。まだ全然喋り足らなかったです。喋り足らないですね。毎週行きましょうか。毎週行きな、コンテンツに行かせていただいて。はい、ということで、あのそろそろエンディングのお時間ですね。本日もお付き合いいただきましてありがとうございました。本日のゲストはですね、保身統科の矢壁幸彦先生、ありがとうございました。そしてあの受講生の山田さん、助産師、助産師、はい、はい、そして赤嶺康さん、神話会話の神話会話の。そしてパーソナリティは東間ジョーでした。本日もお付き合いいただきましてありがとうございました。また来週お会いしましょう。やさかー、やさかー、やさかー。ありがとうございました。